エレン、何ミカサに思いも持たせてんだよ。止めたのに聞かねえんだから仕方ねえだろ。てめえ甘えてんじゃねえぞ。ジャン、静かに、声が響く。そうだよ、これから隠れ家に移動するんだし。皆さん早く買い出しに。肉が、パンが、私たちを待ってますよ。だからうるせえって。ちった緊張感持ち上がれ。うるさいのはコニーも同じだよ。変わったなお前。それにしてもまさかお前らまでリヴァイ班になるとはな。は？何言ってんだ、当然だろうが。俺たちの活躍を思えばよ。残念だったなエレン、俺たちあっという間にお前に追いついちまったぜ。で、リヴァイ班ってどうなんですか？どうって何が？何がって決まってるじゃないですか。やっぱり毎日憲兵並みに美味しいものが食べられるんですか？サーシャ、その予想は外れると思う。絶対にクリスタンの言う通りだ。そんな。でも僕たちにはエレンとヒストリアを守るっていう重要な任務があるんだ。リヴァイ兵長のもとに付かされたのもある意味で当然なのかもしれないね。エレン、くれぐれも死に急ぐような真似は。分かってるって。でもな、立ち止まってる暇はねえんだよ。ああ、要するに俺たちは期待されたってことだろう。だったらその期待には応えねえとな。絶対に。そうですね、失敗は許されません。私もいつかユミルにもう一度。とにかく進み続けよう、どこまでも。ああ、そうだな、やるしかねえんだ。ああ。おい、お前ら、そのクソを我慢してるみたいな顔はなんだ。準備ができたんなら行くぞ、出発だ。はっ！